平野耀と陸の兄弟愛にファン歓喜。アーティスト兼アパレルブランド社長が織りなす絆。日本の芸能界で活躍する平野耀と彼の弟であり、アーティスト兼アパレルブランド社長の平野陸が仲睦つまじい兄弟愛をファンに披露しました。彼らがインスタグラムに投稿した兄弟ショットは、ファンから大きな喜びと感動の声が寄せられるほどの反響を呼び起こしました。 この記事では、平野兄弟の絆について掘り下げ、彼らの芸能界での経歴、リクのアパレルブランドについて、そして兄弟愛がファンに与える影響について詳しく見ていきます。兄弟の絆がファンに喜びをもたらす。平野紫耀とリクは、幼少期からの兄弟愛が深く、それが彼らの成長とともに芸能界でも注目される存在となりました。 特に、兄である紫陽が所属していた人気アイドルグループ、キングピンスとしての活動を通じて、兄弟の絆が広く知られることとなりました。彼らが投稿した2ショット写真は、ファンにとって非常に貴重であり、長い間待ち望んでいた瞬間として、喜びと感動の声が広がりました。兄弟の仲良し姿からは、家族愛や絆の大切さを感じさせ、 ファンにとっては心温まる瞬間となったのです。平野紫耀と陸の芸能界での経歴。平野紫耀は日本のジャニーズ事務所に所属していたアイドルグループ、キングピンスの元メンバーとしてデビューしました。その後、俳優としても多くのドラマや映画に出演し、その演技力とキャリアを着実に築いてきました。 一方、弟の平野陸は、アーティストとしての活動だけでなく、自身のアパレルブランド、リクーを設立し、社長としても成功を収めています。彼のファッションセンスや経営力は多くの若い世代に影響を与え、ファッション業界でも一目置かれる存在となっています。 兄弟ともに異なる分野で活躍し、それぞれの個性が光る姿は、ファンにとって刺激的であり、自分の夢や目標に向かって頑張ろうという意欲を刺激する要因となっているのです。リクのアパレルブランド、リクーとその成功。平野リクが設立したアパレルブランド、リクーは、若者たちに向けたユニークで洗練されたファッションアイテムを提供しています。 彼の個性的なセンスが反映された服は若い世代から絶大な支持を得て一部では陸スタイルとして確立されています。また陸自身がブランドのアンバサダーとして活動することで若いファッション愛好者たちに直接的に影響を与えることができています。 ファッションを通じて自己表現を楽しむ文化が拡大する中で、リクは新しいトレンドを生み出し続け、若者たちに創造的なインスピレーションを提供しています。兄弟愛がファンに与える影響。平野仕様とリクの兄弟愛は、ファンに対して多くのポジティブな影響をもたらしています。まず、 兄弟の中睦まじい姿はファンにとって理想的な家族の姿として共感を呼び起こします。特に若いファンたちにとっては家族との絆の大切さを再認識させるきっかけになっているでしょう。さらに、兄弟それぞれの活躍はファンに対して夢や目標を追求する意欲を刺激します。 平野紫仕様の芸能界での成功やリクのアパレルブランドの立ち上げと成功は努力と情熱が報われることを示す典型例としてファンたちに勇気と希望を与えているのです。まとめ。平野紫仕様とリクの兄弟愛はファンにとって特別な存在であり、彼らの投稿下にショット写真は大きな反響を呼び起こしました。 芸能界での成功やアパレルブランドの立ち上げなど、それぞれの活躍は若い世代に刺激を与える要因となっています。兄弟愛がファンに与える影響は計り知れないものであり、彼らの絆は今後も多くの人々に希望と勇気を届けるでしょう。